緊張する。喉乾いて、喉からか、もうからか。あカロリーメイト食べたい。いやバサバサなるってお前。何や帰ってこいもう。本番始まってんの。始まってんのこれ。始まってちゃんとやってくださいね。はい、頑張っていかなきゃ。言ってますけどもね。はい、まあ、我々4回生のコンビでございましてね、まあ、次のステップがもう社会人ということでね、こうね思い出がね、こう学生生活の思い出いっぱいあると思うんですよ。はい、でその1ページ1ページにこう先生がいるんじゃないかな。ね、やっぱ先生のこと思い出すとね、うん、先生大変やったなって思うんですよ。先生大変ちゃうな。いや大変やぞあれ。俺らみたいなひねくれもんも相手してなんか今日さ、はい、例えば猫かぶってる生徒とかヤンキーみたいな生徒も相手にしてなんか。でも一番大変なのは引きこもりの生徒を学校に連れてくる。これは一番大変。これ一番楽な作業じゃん。作業言うなあれを。それ楽よ。大変やぞあれ簡単にできん。そうかな。できできあんなもん簡単に。分かった分かった。ないない。これが今から生徒を説得する先生するから。おうおうおう。ちょっとジュース買うてきて。なんだなんだなんだよ。来いって。来いよ。来い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 。犬か猫かお前だいぶ来たの来てないわそんなもん来るわけないやろすごい来たそれ犬や猫やそれ何やそんなんで先生来るわけないやろあとちょっと待って混ぜろや俺え混ぜてくれよ俺生徒やりたかったやりたかったよじゃあさっとしてちゃんとやれお前がどんどん僕ら来たぞうるせえ部屋から出たらどうなんだうるせえっつってんだろいい加減にしろよお前が部屋から出ないせいでな近所から変な噂ばっかされるのよなあんた知ってるか隣の佐藤さんちのケンちゃん大手企業就職してええ役職ついてんねんてケンちゃんはエリート、あんたはニートって買ったあんた今日夕飯何がいいおかん中からおかんなってるやんか今日はカレーとラーメンしよう思ってんねんけどどんな飯やお前カレーとラーメン高カロリーだけやろお前ちゃうちゃうちゃう先生やあ先生しな先生やれさっさっさっやれお前がどんどん裏来たぞうっせえ部屋から出たらどうなんだうっせえつってんだろ学校に来いよお前には関係ねえだろ関係あるんだよ先生なお前の母さんと不倫してるそんなこと言うな俺に収録で会ってる会いすぎやってお前のお母さん積極的だからちょっとお母さんそんなことそんなとこそんなとこうってなってるうるさいわ言うな生徒そんなことをとりあえずこのドアを開けたらどうなの開けへん開けろよ開けへん開けろ開けへんねん分かったお前が開けないってな先生ちょっと力ずくで開けさせてもらうぞお前突き破ってくるちゃうやろなもしかしてうーんな何それどういう場合どういう顔さあ学校来いよ行かへんねんなんで来ないの学校なんか行っても楽しくないからやあの時の前はあんなに輝いていたっていうのにないつよ文化祭で主役になった時あ体育祭1位取った時あとなそんなもん王室で女子のブルマ盗んだ時変態やないかそんなやつとりあえず被ってるブルマ取ったらどうなのなんで俺ば被ってんねんブルマ頭おかしいやろそんなやつクラスの見慣れて待ってるんだよ待ってないやろこんなん絶対に委員長がお前のために手紙書いてきてくれたんだあ委員長呼ぶぞブルマ泥棒へほら委員長待ってない絶対にあなたがいなくなってクラスはとっても楽しいです嘘ばっかりやそれあなたがいない間に合唱コンクールで歌う曲が決まりましたあったなそれのそれの XJAPAN の紅です選曲合唱無理やあれは絶対にあなたには指揮をしてもらおうと思ってますいや経験ない経験ない全然来ないので YOSHIKI をしてもらいます余計に無理絶対に聞いてあなたがいつでも YOSHIKI になれるように机をドラムセットにしておきましたなんでやなんで俺授業中もこうやってやらなあかんねん頭おかしいやけあれが最後にあなたの大親友である田中君がビデオメッセージを送ってくれてますそれを見てくださいお前を待ってるやつでいるんだよな田中のビデオメッセージ見るぞああピッ田中清御年90今日はオクラの話ができるということで長野県からやってまいりましたオクラはですね健康にいいのでいつも食べてますよでは早速食べたいと思います、ね、おいしそうだ、ね、これこれくっくっ健康のために食べてたオクラに殺される日が来るとはな無念どうだ誰や田中は誰なんで九条じじがクラスメイトやねんお前あとオクラ農家連れてくんだ俺はオクラや死んでるし最後大丈夫かお前ポカーンとそんなんやそれあ死んでる助けたらなとかならへんのかオクラ俺もオクラやだからお前まで言うなそれを学校来てくれっていいかへん職員室で学校に来るに1万かけてるんだよ賭博すな学校で高校に至っては学校に来ないに100万かけてる教職者あるまじきやそんなもんなんか来てくれていいかいいか1万出ていいけどあちゃんパターン、うん、入ってくるなそれだから来いよ来い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 来
学校行っても意味ないんや。小倉、この世界にな、無駄な人間なんていないんだよ。先生のクラスだってそうだ。お前がいて初めてみんな一致団結するんだよ。ほら、学校来ないか。先生、俺学校行くよ。じゃあまずブルマを脱ぎ。いや、いい加減にしろ。どうもありがとうございました。